と書いている以上、厚労省が大阪市に示したこの見解を資料として提出していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。塩崎厚生労働大臣。持ち帰って検討したいと思います。委員長。清水君。ですね、さらに言いますとね、これは私だけの問題ではなくて、これは制度の根幹に関わる法根拠の問題なんですね。ですから大阪市民やこの問題に関心を寄せているすべての方々が重大な問題だと捉えているというふうに思うんです。それで資料のですね、3番を見ていただきたいんですね。これは当初から私に対して、あるいは大阪市が厚労省の見解として、同時にこの問題に取り掛かる方々への説明として持ち出していた民法第482条抜き出しております。債務者が債権者の承諾を得てその負担した給付に変えて他の給付をしたときは弁済と同一の効力を有する。つまり、お金貸したけども早く返してくれと、現金ないんで僕の腕時計でこらえてくれないかと申し出た場合、債権者が時計でもいいですよと承諾を得ることによって、これは成り立つという意味での民法なんですね。で、生活保護法の第31条というのは、そういうことではありません。金銭給付を原則としております。で、しかもこれによってできない特別の事情については、厳格に判断しなければならないと定められているわけなんですね。そこで、この厚労省の最終見解なるものが、いつ、どのような過程で決まったのか、どういう過程で突然変わったのか、このことについて分かる資料を提出していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。塩崎大臣。この問題につきましてはですね、実は私も今朝初めて聞きまして、先生の方にファックス1枚で送りつけるようなことは、どんなことがあっても許されることではないですし、言ったこととやったことと、最終的に答弁が正式なもんですから、国会で、それが最終結論でありながら、それと違うことを言った。これは少し前に方針は決まっていながら、先生にコンタクトを取らせていただいた職員が知らずに、それを違うかつての検討していた考え方を伝えてしまったというですね、失態だったと私は思ってまして、今朝厳しく担当者責任者にはですね、注意をして、反省を促したところでございます。で、今の資料については持ち帰って検討させていただければというふうに思います。改めて、このようなことが起きたことについて先生に大変不快な思いをさせ、また生活保護法の今先生ご指摘のとおりですね、大事な論点の一つでもあるこの現金給付をどういう根拠で、するのかしないのか、この問題にも関わる問題でもありますので、こういうことについてはもっときちっとした対応をし、そして先生に考え方を示した上でご質問いただいて国会で議論するという本来の民主主義の基本に立ち返らなければいけないというふうに思いますので、私から心から先生に対してお詫びを申し上げたいというふうに思います。大島委員長。清水正君。真摯にお詫びをし、そして持ち帰ってその資料についてはしっかりと出すと、そういう努力を表明されたというふうに私は思いますので、これ以上は申し上げませんけれども、要するにこれは塩崎大臣自身の答弁にもですね、実は混乱をもたらしておりまして、資料に添付しておりますけれども、承諾があればプリペイドカードで構わないんだ、ただし先ほど私が紹介しましたように、その定義というのは民法上の定義でございましてね、生活保護法とはまた別の話なんです。ですからそうした統一した見解を厚労省としてですね、法的根拠をしっかりと示していただいて、そして改めてこの問題の議論していきたいというふうに申し述べまして、次の質問に移らせていただきたいと思います。委員長。清水君。次にですね、私は中小企業に、あるいは小規模事業所に